はい、ガードスコーピオン、まあ、ここからクラシックモードで戦いますので、はい、まあ、先ほど説明した、基本的にはオートで、攻撃して、はい、アビリティや魔法はコマンドは自分で選択するという形になります。なるほどなるほど、行きましょうか。もう何にも触らなくていい。そうですね、コントローラーを触ってなくても、はい、クラウドやバレットは AI で攻撃しますので、まあ、その辺も含めてちょっとお見せします。本当に持ってないじゃないですか、はい、じゃあ行きましょう。はい、おい、こいつ豆知識は添えるだけ状態。必要の強化装備、メカはイカ口に弱い、魔法で攻めろ。あ、そうですね、この間もATB ゲージはどんどん溜まっていきますので、はい、ATB ゲージが溜まったら、まあ、プレイヤーの好きなタイミングで、アビリティや魔法を、今ちょうどそうですね、コマンド選んでアビリティを実行しました。でアビリティを実行した後また何も触らなくてもオートでクラウドやバレットは戦ってくれる。なんで本当に原作も ATB ゲージが溜まるまでは何もせずに、溜まったらコマンドを記録したと思うんですけど、はい、全く原作の、まあ、コマンド RPG のこう感覚で、遊べるというモードがこのクラシックモードですね。あの溜まるのとここがね、行きつけますもん ね、ね、まあ、今ちょっとねガードスコーピー、これバトルがね1段階進むとちょっと強敵になるんですけども、この防御システム、クラシックモードはですね、はい、オートでって言いましたけども、はい、もちろん例えば敵との距離を詰めたいとか、はい、もしくは敵の攻撃があるので距離を離れたいとかっていう時は自分で操作したくなる時が来ると思うんですけども、その場合はコントローラーは、まあ、今画面出てますけど、はい、触ってくれれば即座にマニュアルモードに。じゃあそういうクラシックを選択していてもアクションのようなこともできるってことですね。そうですね、自分がここは直接触りたいと思ったら、まあ、すぐにコントローラーをいじっていただければマニュアルになりますので、で、もういいなと思ったらボタンを離していただければまたオートなモードに戻ります。あんた効くね、やっぱり。この野郎、この特許しやがって。すごいこのモード。まあガードスコーピオン、これはこのゲームでも一番最初のねボス戦なんですけども、はい、一番最初のボス戦でも結構もう何段階にも状況が変わる、ボス戦になってますので、非常にね凝った演出の凝ったバトルになっています。左なんですよ。今ちょうどこれねテールレーザーっていうのを打とうとしているので、これ結構当たる、懐かしい、ダメージでかいので防御しないと。そうですね、遮蔽物に隠れて。あれ、今これも触らずにやってくれたってことですか。これは今触らずにオートですね、はい。まあ、このようにね結構、まあ、アクションでこう慌ててしまう人は、はい、アクション部分を全く考えずにコマンド選択だけ集中していればいいので、非常にいわゆるコマンド RPG が好きな人はそちらのモードでやると非常に遊びやすいかと思います。まあ、コマンド RPG ではあるんですけど、迫力がなんかこのそうです、ね、アクションができてる感があっていいですよね。そうですね、はい。で慣れてきたら自分で、操作介入して直接操作してくれたら結構楽しめると思います。おー、隠れてるちゃんと、はい。まあ、結構ねかなりダメージを与え始めてきたので一気に倒してしまいましょうか。もうかなりね敵もこうやってボロボロになってきますので、はい、戦っているとバトル中にもどん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 状況が変わってきますので、すごい、もう結構これは最終段階ですね。かなりガードスコーピーの体力もないですね。回復される前に肩を掛ける。じゃあ燃えてきた。相手が隙を見せた時がチャンス。さあ、結構キャラを今頻繁に切り替えながら、バレットクラウドを切り替えながら戦ってます。
ですね。はい、じゃあもうとどめいきましょうか。お、かっこいい。はい、これはいい。厚労省はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。はい、プレイはここまでです。ありがとうございます。これアップですね。おお、まあ、このバトルは先ほどクラウド、バレットがパーティーでしたけど、クラウド、エアリス、ティファーの3人パーティーで戦うことになります。いや、迫力増しすぎてませんか。はい、でまずね、ティファのプレイヤー攻撃を、はいはいはい、します。まあ、ティファはですね、あの四角ボタンで戦う、三角ボタンで強打だから強弱の攻撃を、まあ、格闘ゲームのようなね、結構ボタン浅いんですけど、四角と三角で強弱の攻撃を繰り返します。アクション性に合ってますね。そうですね、はい、でティファ、エアリスですね、次はですね、はい、エアリスは、通常の攻撃が遠距離攻撃になりますので、まあ、このように、離れた距離から倒すことができます。でエアリスの、アビリティがですね、はい、非常に特殊でして、今から使いますね、聖なる魔法陣というのがアビリティであります、はい、これを使用しますと地面に魔法陣が発生して、まあ、それが場に残ります。でこの場に残った状態で、例えば他のキャラクターが、クラウドがその魔法陣に入った状態で、あ、ティファですね、ティファが魔法陣に入った状態でサンダーを例えば打つと、サンダーが連続攻撃になる、連続魔法になる。本当だ、はい、1回じゃなく2回に。そうですね、なのでエアリスの魔法陣がこう、まあ、サポートアビリティとなるって感じですね。気持ちいい。はい、そしてですね、召喚というのは今右にサモン召喚メーターが出てるんですけども、はいはいはい、まあ、非常に、ね、強敵、強い敵、あ、ごめんなさい、その前にですね、はい、あ、今ちょうどアップスがですね、はい、バースト状態になってますので、たくさんダメージ、これはもう一番楽しい時ですよね。そうですね、この間にとにかく打てこてこてと。で、強敵のバトル、あのボスバトルもそうですけど、はい、すごいモンスターが出ているようなバトルのシチュエーションでは、各キャラクターの武器に召喚マテリアっていうのを設定してるんですけども、はい、召喚マテリアが共鳴し始めます。ほう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 、召喚マテリアが共鳴すると画面右にこうやって、サモンゲージっていうのが出てきますので、はい、そのゲージがいっぱいになると、召喚獣を呼び出すことができます。本当だ、今イフリートを呼び出します。はい、まあ、イフリートがですね、呼び出したらですね、これどうなるかというと、そのバトルフィールドにそのまま残ります。へ、残って、まあ、あのクラウドたちと一緒に戦ってくれます。はい、一緒に戦う。そうですね、共闘状態になりますので、はい、まあ、ただ入れる時間というのは限られていますので、はい、やはりさっきの画面右側にある召喚メーターがどん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 短くなっていくんですけど、その時間の間であるならば、この紫のゲージですよね。そうですね、場に残って、戦い続けます。ちょうど今画面が言いますけど、あ、来た。そうですね、このように。で、すごい、召喚獣もアビリティを持ってますので、はい、アビリティを使うにはですね、プレイヤーの、まあ、ATB ゲージが溜まったら、プレイヤーの ATB ゲージを消費する形で、イフリートも今ちょうどこうですね、イフリートがアビリティを実行しています。これはフレアバーストというアビリティですね。
すごい。はい、今エアリスのリミット技を使って。ティファのリミット技。で、クラウドのリミット技ですね。ああ、もう。でですね、今イフリートのゲージが短くなってると思うんですけど、本当だ。これが、なくなると帰ってきます。帰っていく際に強力なアビリティを発動して戻っていきます。へえ。これ地獄の火炎ですね。それでアプスを倒すことができました。